マファルダ、マリーア・エリザベッタ・アンナ・ロマーナ・ディ・サボイアは、ヘッセン・イカッセル・ホウハク、フィリップの妻。ドイツ語名は、マファルダ・フォン・ザボイエン。マファルダは、イタリア王、ビットーリオ・エマヌエーレ3世とその王妃、エレナの次女として、ローマで誕生。弟は、ウンベルト2世、妹は、ブルガリア王妃となったジョバンナである。幼少時から、 母、エレナの手元で育ち、音楽と芸術の思考を受け継いだ。第一次世界大戦中には、母に同行して、イタリアの軍事病院を慰問している。1925年9月23日、ラッコニー事情で、フィリップと結婚。夫はナツス信奉者で、彼の弟クリストフは、ナチス幹部であった。ファシスト支配下のイタリアから来た王女と、 ナチス支持者の結婚により、フィリップの地位は内部で中間まで上がった。しかし、第二次世界大戦中、アドルフ・ヒトラーは、マファルダを反ナチスだと信じていた。一家は、ローマ郊外の館に今日構え、ドイツと行き来していた。フィリップは、ヘッセン・マッサウ州知事を務めた。 1943年9月初旬、マファルダは議定である、ブルガリアをボリス3世の葬儀に出席するため、ブルガリアへ向かった。その間に、彼女は、母国が、連合国側に降伏したこと、子供たちが聖域であるバチカンに保護されたこと、夫が、地図職を解かれ、逮捕され、バイエルンにいることを知らされた。ゲシュタポは、彼女の逮捕を命じた。9月23日、 幹部カール・ハス自らマファルダに電話し、夫から重要な伝言があることを告げた。ローマのドイツ大使館へやってきたマファルダは逮捕され、尋問を受けるためミュンヘンやベルリンへ護送された後、ブーヘンバルと強制収容所へ送られた。1944年8月24日、収容所内の弾薬工場が連合国によって爆撃された。400人の収容者たちが殺され、 マファルダは、貧死の重傷を負った。彼女は、工場近郊に収容され、攻撃が始まると残骸で、首まで埋まり、腕はおびただしい火傷を負っていた。収容所の混乱した状況の中、腕は感染症に侵されたため医療班により、切断された。手術前から、マファルダは、意識を回復することなく、1944年8月26日から27日に、 かけての夜に亡くなった。イタリア王家は1944年暮れからマファルダの死の噂が広まり出しても情報の確認が取れなかった。彼女の死は1945年にドイツが降伏するまで明らかにされなかった。夫フィリップは敗戦まで収容所に入れられており、戦後はナチス政権下で知事を務めた前歴から戦犯として服役した。 1997年、イタリア政府は、王女、マファルダを称え、彼女の肖像を印刷した切手を発行した。ありがとうございます。